どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。そして K です。早めの K です。最近早いね、言うのはい、今日ですよ、このね、シリさん、あの iPhone のシリさんですね、今も起動してますけれども、このシリさんに恋愛相談をしたらどうなるのかっていうのをね、ちょっと試してみたいと思います。お願いします。皆さん、恋してますか？お前誰だよって話ですけど。キモいな。普段こういうこと言わない奴がいてすごいキモいと思うんですけど。まあなんかね、一応それに対する答えとかもあるらしいんですよ。だからちょっとね、試してみたいと思います。行きましょう。好きな人ができました。愛を追い求めるのは素晴らしいことですが、求めなくても与えられればもっといいですね。深い。待って待って待って。一問目から急に深い。そうだね。与えよう。求めるのでなく振りまいていこう。愛ってそういうものだから。どうも、愛メインにしてます、高橋ずっていです。気持ち悪いな。深いな。急に深くない？一問目から。じゃあ次の質問ね、いきましょう。彼女欲しい。大丈夫です。人間の人生にはモテ期という時期があると聞いています。悟された。悟されたね。こう言うと悟されるんだね。モテ期俺まだ来たことないんだけど。モテ期欲しい。モテ期じゃねえよ。いやいや、モテ期じゃねえよ。誰だよ。そうだったんですよ。しかも納得してるし。いやモテ期さん別に欲しくないですよ。モテ期さん欲しくないです。モテ期、モテ期欲しい。もうモテ期しか出てこねえよ。覚えておきますじゃねえ。いいよ。変なこと覚えなくていいんだよ。モテ期さんじゃねえよ。いきますよ、もう一個、もう一個いきます。失恋しちゃった。オリビアを聞いてみてはいかがでしょうか。何それ。オリビアをっていう歌が、あ、なんだっけ、オリビアって結構昔の歌だよね。あれだよね、もう平成か昭和かのギリぐらいの歌だよね。分かんないけど、いや確かに、なんだっけ、オリ、うわ、思い出せない。あ、要は曲を聴きなさいよと慰めてくれるんですね。なるほどなるほど。はい、ちょっとここからですね、今までのはちょっとまあテンプレというか、まあこういうので反応するよってやつだったんですけど、ここからちょっと僕のガチ恋愛相談をしようかなと思ってます。こんなことないよね。ちょっと久々にですね、この間ちょっと会いまして、僕にもそういうことが。そう、この間ですね、友達とあのマチコンテストに行ったんですよ。初めて、生まれて初めて行ったの。まあもう27じゃん、もうしばらく彼女いないじゃん。ちょっとそろそろね、まあ大人だしね、もうちょっとそういうとこ、まあ一回経験としてね、まあ行っとくのもいいかなっつって、まあマチコンって言って、町全体でそういうなんていうの、まあパーティーみたいなのがあって、そこに行ったんですよ、友達と。でね、まあまあ何人かとまあお話ししたりしたんですよ、そこで。まあ初めましてとか言って、まあいろいろ話して普通に楽しかったんですよ。まあただでも僕の中でその直接会った人とは別に何にもなかったんですよ。連絡先交換ももう別になし、何にもなかったんですけど、おっていう人が最後いまして、その人が、まさかの参加者じゃなくてスタッフさんで。でも結構俺、あ、この人気になるっていう、なんかちょっとその久々にそうなったんですよ、その、まあ、そういうあのね、感情にね、お、これちょっとマジでいいなと。でもまあ参加者じゃないのね。で、まあ、でもまあもう今別に参加者じゃなかろうとなんだろうと思って、まあいいだろうと思って、ちょっと連絡先教えてくださいって言ったら、ちょっとスタッフなのでそれはできないですって言われちゃって、失礼しました。叶わぬ恋。叶わぬ恋。いやでもちょっと久々だったのよ、そういうの。なんか自分から連絡先聞くなんてことないし、普段。なるほどね。俺だちょっと顔赤いと思う、今、恥ずかしいもん。いや、生まれちゃったんですもんね。いや別に、でも分かんない、ちょっと話してる感じだったら、でもいい感じだったの別に。で、教えられないんですよ、教えたいんですけどみたいな感じで、まあもしかしたらあの、そう、お世辞かもしれないけど、ということで、ちょっとじゃあそれをね、シリさんにちょっと相談したいと思います。なるほどね。で、要はこれは叶わぬ恋をして、叶わぬ恋をしてしまいましたみたいな感じで言ったら反応してくれるかな。まああれじゃない、あの、好きになってはいけない人好きになっちゃったみたいな。それだ、それでいきましょう。じゃあちょっとそれでいきます。好きになってはいけない人を好きになってしまいました。